見た目はどの人がタイプですか？なんかやっぱね、基本髪長い方が好きになりがちなんだよね。その一番前の主人公っぽい子か、一番奥の子かな。ニューゲーム。ででん、おはようって誰かが言ってます。遠くから鬱陶しい女の子が宙に手を振りながら、宙にだってる。周囲の目を全く気にしない様子でこちらに走ってくる。これ今読んでるけど、ほんと途中から多分読まなくなったりするから。さよりちゃん、近所に住んでる幼馴染。今友達にしたいとはとても思わないだろうが、それでもうまくいってるのは幼馴染だからなのか。こんな日にはよく一緒に東北をしていたのだが、高校生になってから彼女の寝坊が多くなり、俺は待つのがだるくなってきた。あれだね、私が男の子で幼馴染のさよりちゃんで、今高校生ですね。こんな風に追いかけてくるならもういっそのこと逃げてしまおうかと思う。でも俺はやれやれと横断歩道の前でさよりを待った。あ、この子さよりちゃんね、幼馴染。また寝坊しちゃった。寝坊が多いんだ。でも今度は追いついたからね。あ、待って、私アになってるんだけどA になってんだけど、これどうにか変えられないの？やだよ、私 A のままなのどうしようどうしよう。一回開いてみた時に適当に A にしちゃったからだ。いいか、 A でいいか。 A でもいいよねほんと、なんで A にしちゃったかな。それは俺が立ち止まってお前を待ったからだろう。まるで私を見せるつもりだったような言い方じゃん。全部読むのマジ辛いなA の意地悪って言われましたそりゃな、そりゃへんてこなお前を見た周りの人に俺たちがカップルか何かだとは思われたくないし、はいはい。でも結局私は待っててくれたんでしょ。意地悪したくてもできないんだね。なんとでも言っとけさより。あー、少女漫画っぽい。ところでさ、 A これもA が出るとき笑っちゃうんだけどまだ入る部活は決めてないの？ってことはまだ高校1年生なのかな。マジで部活には興味ないって、ま、前から言ってたはずだが。それに探してもいないよ。そんな。あ、それで文芸部に入るのかな。あ、今年は部活入るって言ってたじゃん。ってことは1年生じゃないな。あー、もう私は A が大学に行く前に社会性もスキルも身につかないんじゃないかって心配だって言ってるの。 A の幸せは私にとっても大事なんだから。え、ただの幼馴染なのに今は楽しくやっているみたいだけど、数年後世間に馴染めずニートになっている姿を想像するだけで私は死んじゃいそう。そんなに？ちゃんと言うこと聞いてくれる？私を心配させないでよ。わかったわかった、そんなに言うならいくつか部活を見てみるよ。あ、素直だな。約束はできないけどな。少しは努力するって約束してくれる？まあそれくらいなら。やったー、かわいい。かわいい幼馴染ですねやっほー。さより、私の部に来てもいいんだよ。何部何部？お前な、うん？俺がそこに行くはずがないだろ。ケチ。さよりは文芸部の副部長をやっている。そうか、じゃあアニメ部に行ってくる。お願いだから来てくれない？どうしてそこまで必死なんだよ。なになに？だって昨日みんなに新入部員連れてくるって言っちゃったし、それに夏希ちゃんがカップケーキとかいろいろ作ってきてるし、えへへ。守れない約束なんてするなよ。さよりが本当にアホの子なのか、それとも全部計算づくなのかはわからない。俺は大きくため息をついた。分かった、カップケーキに免じて寄るとするよ。やった、よし行こう。さよりは元気いっぱいに勢いよく教室のドアを開けた。みんな新入部員が来たよ。おい、俺を新入部員って呼ぶなって。え、教室を一目見ました。ようこそ文芸…あ、女子 A だって、同じ名前ですようこそ文芸部へ、お会いできて嬉しいです。さよりちゃんからあなたのことはよく聞いてます。正気？男子連れてきたわけ？雰囲気ぶち壊しじゃない。あ、A 君、よく来てくれたわ
ね。ようこそ文芸部へ。この部活は最高に可愛い子だらけじゃないか。あんたどこ見てんのよ。言いたいことがあるなら言いなさいよ。この子ちょっとあれね、こうズケズケタイプね。ごめん、なつきちゃん。当たりの強いこの女の子は初めて見る子だ。なつきというらしい。小さい容姿からして1年生だろうか。さゆりの話だとカップケーキを作ったのは彼女のようだ。不機嫌な時はほっといていいよ。さゆりは俺に耳打ちし、みんなの方へ向き直した。とにかくこの子がなつきちゃん、いつも元気いっぱいだよ。それでこっちがゆりちゃん、この部で一番の秀才なの。そんな風に言わないでください。大人っぽく臆病そうなこの子はゆりというらしい。それと聞いた感じ、モニカとはもう知り合いなの？ええ。あ、モニカさんなんですか、あなた。また会えて嬉しいわ、A 君。モニカは優しく微笑む。俺たちは去年同じクラスだったから、お互いのことは知っている。とはいえ、めったに話さないが。モニカは容姿端麗、文武両道。おそらくクラスで一番人気だった女の子。高嶺の花。だから彼女に微笑まれて、なんというか、こっちこそ。こっちに座って、A。もういちいち A で笑っちゃう。スペース作ったから、私かモニカちゃんの隣が空いてるよ。え、何選ぶの？カップケーキ持ってくるね。ちょっと待って、私が持ってくるわよ。ごめん、ちょっと楽しみすぎて食いしん坊じゃん。それでは私はお茶を入れますね。準備はいいかしら。じゃじゃーん、楽しそう。アルミホイルをめくると、白くて可愛い子猫のようなカップケーキ。12個顔を見せた。猫のようなカップケーキ。猫のひげ、あ、猫が書いてあるんですね。猫のひげはアイシングで、耳は少量のチョコで作られているようだ。すごい可愛い。お菓子作りが得意だったなんてね。早く食べてよね。あ、なんかね、アスカっぽい。これすごくうまいの。ありがとう、夏希。な、何言ってるの？別に。どこかで聞いたことあるような。別にあなたのために作ったわけじゃないし。そう、ツンデレだ、ツンデレ、ツンデレだ、これは。そういえばあなたはどうして文芸部に入ろうと思ったの？入るって言ってないですけど。俺はこの質問が来るのを恐れていた。実はさゆりに引きずられてきただなんて言うべきではない気がする。まあまだ部活に入ってないし、それにさゆりがこの部活ですごく楽しそうにしてるみたいだから。それでいいのよ、恥ずかしがらないで。あなたが居心地いいって感じられるようにしてみせるから。おお、部長か。文芸部の部長として、部室を楽しくてワクワクするような場所にするのは私の義務だからね。あの、 A さんは普段どんな本を読まれるんですか？なんかせめてこの A がね、大文字だったらよかったんだけど。違和感がすごい。ここ数年ほとんど本を読んでいないので、何と答えればいいのか思いつかない。漫画とか。冗談交じりにつぶやく。夏希の頭がピクンと反応した。何か言いたげだが黙っている。あまり読書家ではないのですね。え、嫌われちゃった？今後変化の余地はある。俺は何を言っているんだろう。ゆりが悲しそうに笑っていたから考えなしに言ってしまった。私は重厚で複雑な世界観を持ったファンタジーが好きなんです。その世界線を支える創造性や職人芸の凄さといったら目を見張るものがあるんですよ。そのような異世界で語られる素敵なストーリーもまたとても感動的なんです。なるほど。夏希って詩を書くのか？え、まあたまにね。なんか問題ある？ツンツンしてるな。いや、すごいなって。他の人に見せたりしないのか？いやよ。夏希は目をそらした。そんな気に入られるようなものでもないし。ああ、まだあんまり自信ない感じか。夏希ちゃんの感じていることわかります。その手の文章を見せるのって自信以上のものが必要なんですよ。自分に向けられた書き物こそが真の書き物だから。そういったものを見せるときは、読者に対して心を開いて自分の弱さを晒し、自分の心の最も深いところすら見せるつもりでいなければいけないのですよ。ゆりちゃん語るね。ゆりも執筆の経験があるの？きっ
とゆりが自分の作品を見せればいい見本になって、夏希が自分のを見せるときに血が楽になるんじゃないかしら。てん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 。どうやらゆりも夏希と同じみたいだな。あうみんなの詩読みたかったな。みんな少しの間黙り込んだ。オッケー、みんな一つ考えがあるわ。いぶかしげにモニカを見た。家に帰って自分の詩を書きましょう。この子たち、なんか今まで何を活動してたんだろうね。新入部員も入ったことだし、お互いをもっと知ったり絆を深めたりする良い機会になると思うわ。そうでしょ、 A 君、私のことです。ちょっと待ってくれ、一つ問題がある。え、何かしら。やっと俺が入部する話に戻ってきたところで、ずっと思っていたことをぶっきらぼうに口にする。俺、入部するなんて一言も言ってないぞ。さよりに説得されて言っただけで、まだ何も決めてない。まだ見学したい部活もあるし、あと、4人の女の子が失望の眼差しでこっちを見ている。あー、みんなすごい悲しそうだよ。入ろうよ、ブーケーズも。もういいじゃん、みんな悲しそうだよ。でも、ごめんなさい、てっきり。うん、ええ。って言われちゃったよ。帰ろうよ、いいじゃん、こんな悲しそうにされたら。みんな、俺はこの子たちには無力だ。こんな状況で俺が冷静な判断を下せると思うか。要するに、この子たちと毎日を過ごすために詩を書くことが必要だというなら、そうだな、よし、決めたよ。俺は文芸部に入部する。じゃじゃーん、やったー。俺に腕を回し、ぴょんぴょん飛び跳ねる。おい、本当にびっくりしたんですよ。本当にカップケーキのために、ためだけに来てたら超怒ってたんだからね。さあ、これで正式ね。ようこそ文芸部へ。あー、うん、ありがとう。よし、みんな、これにて今日の部活は終了ね。お疲れ様。みんな今日の宿題を忘れないでね。道中、俺は何度も4人の女の子のことを思い浮かべる。さより、夏希、ゆり、そしてもちろんモニカ。え、モニカだけなんか特別扱いじゃん。まあでも私もやっぱり第一印象通り、ゆりちゃんかモニカちゃんかな。俺は本当に放課後を文芸部で過ごして幸せになれるのだろうか。いや、幸せになるってなんか大げさだね。ひょっとすると誰か一人と親密な関係になれるチャンスが訪れるかもしれない。すごい、もう初日から下心。よし、この状況をうまく利用して必ずや幸運を手にしてみせる。その一歩は今夜俺が詩を書くことから始まるだろう。詩を書こうだってえ、そうなの。あなたのお気に入りの部員が好きそうな単語を選んでね。あなたの詩が一番好きだった人とは何かいいことが起こるかも。え、そうなの。え、どういうこと。え、なにこれ、1、2、10。あ、並び替えるってこと。落ち、え、やばい、なんか待って、どうしよう、どうしよう。適当にクリックしたら、これ多分20個ワード選べるってことだと思うんだけど、1個目のワードを墓地にしちゃったんだけど、まさかの墓地にしちゃったんだけど、どうしよう。墓地、花火、ちょっと、いや、あれにしようか。ちょっとこの子たちなんかあれかな、関係あるのかな。どういう歌にしようか、どういう歌詞に、歌詞じゃない、どういう詩にしようか。とりあえず今、墓地、花火、ちょっとなんかこうゆりちゃん狙いでいこう。なんかね、軽蔑気になるな。軽蔑、爆発いい、もう第一巻狙おう。恐ろしい、もう墓地から始まるからこっちになっちゃう。ソックス取り乱した、生命力取り乱した。これ後ろで来ようのかな、くるくる
あ、待って、捕虜、捕虜気になる。かじる。あ、ワード好きな子が飛び跳ねてる、そういうこと？そういうことなのかな。運動場。あ、ほんとだ、飛び跳ねてる、気づかなかった。え、墓地はゆりちゃんが跳ねてくれたのかな。周知。あ、そうなの、周知そっちなの。なんか一個読めない感じある、これなんて読むんだろう。ここでゲーム。あ、なつきちゃんね。欲望。あ、ゆりちゃんだ。憂鬱もゆりちゃんじゃない。あ、やっぱりメンヘラだ。うつ病もゆりちゃんかな。あ、今選んでないのに。え、ちょっと待って、さっきからさ、メンヘラっぽいの選んだらさ、さよりが跳ねるんだよね。それでこれモニカいないね。ふん、ロリポ。エントロピーって何？エントロピーって何？あ、最後だ。クスクス、これだな。何？これで死になったの？ A 君、今日も来たのね。すっぽかされなくてよかったわ。意外かもしれないが、これでも俺は約束だけは守るタイプなんだ。そんなこんなで俺は文芸部へ戻ってきた。え、誰と何かイベント発生するんだよね、きっと。誰と仲良しできるのかな。ゆりはカバンから本を一冊取り出した。仲間外れだと感じてほしくなくて、 A さんが楽しめそうな本を選んでみました。短編なので普段本を読まない A さんでも集中力が途切れにくいと思います。それにほら、もしできたら話し合ったりできればと。これは何だか急にこいつが可愛く見えてきたぞ。私もです。それに読書に慣れてない俺が気に入りそうな本まで見繕ってくれて、ゆりありがとう、絶対読むよ。俺は心を込めて本を受け取った。あ、やべ、見てたのがバレたか。彼女がまたちらっとこっちを見た一瞬目が合う。それによってゆりは顔をさらに本の方へと隠してしまった。フラグが悪い、ぼーっとしてて気まずくさせてしまったと思いつぶやいた。いえ、大丈夫です。私もちゃんと集中して読んでいたらきっと気づきませんでしたから。いい感じじゃん。でも軽く読み返しているだけなので。それって俺に貸してくれた本だよな。はい、少し読み直してみたくなりまして、と特に理由はありませんが。気になってたんだが、なんで同じ本を2冊持ってたんだ。あ、それは昨日本屋へ寄った時。そうではなくて、たまたま2冊買ってあったんです。嘘じゃん。ふーん、そっか。おそらくゆりは何か隠そうとしていたが、あまり気にしないことにした。近いうちに俺も読み始めるよ。絶対読まなきゃダメだよ、これは。よかったです。一度読み始めたら止まらなくなるかもしれませんよ。とても魅力的で共感できるお話ですから。そうなのか、どういう話なんだ。そうですね、これは本の表紙に目をやる。本のタイトルはマルコフの肖像だ。表紙にはまがまがしい雰囲気の目のシンボルがある。はい、大丈夫です。うっかりネタバレしてしまわないように考えをまとめていました。簡単に説明すると、生き別れだった妹と同居することになった女子高生のお話なのですが、その生活を始めてからおかしなことが起き始めるんです。人体実験の監獄から逃亡した人々に命を狙われるようになって、命が危機に瀕すると誰を信用するかの選択に迫られるんです。そのせいでどうあがいても人間関係の大半を壊すことになって、そこから人生がめちゃくちゃになっていくんです。めっちゃネタバレされてない？それってなんだか暗くないか。ゆりの語り口からしていい話になると思ったから、その暗い展開はあまりに突然すぎた。ふふふ、ゆりは突然クスクスと静かに笑い出した。サイコパス味がある。 A
イさんはそういった話は好きではありませんでしたか？いや、そうじゃなくて、そういう話でも楽しめるから大丈夫だ。それだといいのですが。そうだった。ユリにそういう趣味があったのを忘れていた。外見はおとなしく、控えめそうなのに心の中は全く違うようだ。ただこういったお話って、いつもとは違う変わった視点から世界を見るという挑戦を投げかけてくるんです。ひどい出来事が起きるのは誰かが悪になるからではなく、人それぞれの人生観や正義があるからだと。わかる。そして主人公に共感していた読者は、悪いのは悪党ではなく一方的な正義感に駆られて行動していた主人公なのではと考えさせられるんです。深い。わ、私ったら長々とまたやってしまいました。すみません。そう謝るなよ。話に飽きていたわけじゃないから。それならいいんですけど、でもこれは伝えておいた方がいいのかもしれません。本や文芸のことで頭がいっぱいになると周りに配慮することを忘れてしまうんです。なのでもし変なことを言ったらごめんなさい。あと喋りすぎていたら遠慮なく止めてください。よしと、ここに座っても構わないか？え、何、隣に座ったの？ちょっと、やるじゃん。あ、はい。本当にいいのか？そんな何回も聞く？なんだか不安そうだか。それはごめんなさい、嫌だというわけではないんです。こういうことに慣れていなくて、その誰かのそばで読書することに。そうか、気が散るようなら遠慮なく言ってくれ。わかりました。俺は本を開けてプロローグを読み始める。ユリは自分の本を見ていないことに俺は気づいた。俺はユリの方を向く。どうやら自分の本ではなく俺の本を読んでいるようだ。どういうこと？あ、こうやって覗いて読んでるってこと？ごめんなさい、私はただユリっていつも謝ってるよな。そうでしょうか。そんなつもりは。ごめんなさい、ではなく、あはは。ほら、こうすればいいんじゃないか。俺は自分の机とユリの机をくっつくように移動させ、自分の持っていた本を机と机の境目のところに置いた。あの、昔教科書を忘れた時にやってたやつだね。隣の席とくっつけて。あ、そうかもしれません。ユリはおずおずと自分の本を閉じた。二人で少し前にかがむと肩が触れてしまいそうな距離まで接近した。俺の左手が邪魔になるかと思い、右手に持ち替えて本を開けて押さえた。あ、でもこうするとページがめくりにくいか。でしたら、お、新しい画像来ましたよ。ユリは左手で本の左端を親指と人差し指で支えた。なるほど。俺も右手で本の右端を同じように持つ。めっちゃいい感じじゃん。ね、意外とグイグイ。青春ですな。こうすることで俺がページをめくれば反対側へ落ちるページをユリが親指の下に滑らせることができる。まあ便利だねってことだね。二人の距離はますます近くなった。だいぶ気になってしまうほどに。なあユリ、変なことを言うかもしれないが、この主人公ってちょっとユリに似てるよな。そうでしょうか。どう似てるんですか？まあこいつの方がいろんな意味で鈍いところはあるが。なんでそんな、昨日会ったばっかでしょ？昨日始めましてたでしょ？知ったようなことを。自分の発言について後からあれこれ考えるところとかもあるだろう。変な風に思われるんじゃないかって。ユリの考えてることが完璧にわかるわけではないが、そういうところがなんかユリと似てる気がするんだ。そうですか。ユリはしばらく黙り込む。でも A さん、そうだった、私 A でした。はい、それって似てて全然良くないじゃないですか。そう思われていたと思うと恥ずかしい。ま、待てよ、悪い意味で言ったんじゃないんだ。すまん、そんなに自分で気にしてるとは知らなくて。どちらかといえばちょっと可愛いと思ったんだわ。あ、動揺。突然何を言い出すんですか？私。よし、みんな行く。そろそろ今日の試合始めましょうか。待ってました。私の試合どうなったんだろう。あまり待ってたら時間がなくなっちゃうかもしれないから。あ、ユリは発言を終えることから解放されて息を吐いた。それでもよかったかしらユリ。なんだかがっかりしてるように見えるけど。
あまり乗り気じゃなかったのならごめんなさい。そういうわけでは大丈夫です。ユリが手を離すと本は俺の親指を挟むようにして閉じた。ところで昨晩ちゃんと忘れずに詩を書いてきたかしら。身が引き締まる。こんな恥ずかしいことになんで俺は賛成してしまったんだ。それといったインスピレーションも湧かなかった。墓地、墓地を1個目に選んでしまいました。さてみんなも準備ができたみたいだし、詩を見せる相手を見つけましょう。ドキドキドキ。最初に詩を見せるのは誰にしようか。じゃあまあ部長から行きましょうか。モニカちゃん、モニカから始めよう。昨日俺の詩に興味がありそうにしていたし、俺もしっかりやっているところを見せたい。あ、何？そういうこと？そっか、1対1でやるから俺の詩をモニカに見せるのね。やっほー、 A 君どう？ちゃんと楽しんでる？めっちゃ楽しんでます。それならよかった。そうそう、あなたはまだ慣れていないだろうけど、部活で何か提案したいことや改善したいことが思い浮かんだらいつでも私に言ってね。遠慮する必要はないからね。分かった、覚えとくよ。そんなの遠慮するに決まってるだろ。もう少し落ち着くまでは流れに従っていた方がよほど気楽だ。それはさておき、私と詩の交換する？恥ずかしいけどそうしよっか。あははは、大丈夫よ A 君、それはみんな一緒でしょ。そういう壁をこれからみんなで乗り越えていくんだもの。ああそうだな。これはモニカに詩を渡す。ふーん、頑張ったわね A 君。読んでいる間思わずため息が漏れそうだったわ。そうですか？比喩表現がとても素敵ね。なぜだかこんなにも深い内容のものを書くとは思わなかったわ。あ、私自分が書いたやつは見れないのね。もうなんとなくで採点されちゃう感じで。あなたを過小評価してたみたい。周りの期待は低くしといた方が楽だからな。そうした方がどこかで頑張ればすごいって思われるし。それはそうだね。何それずるい。でもその通りになったみたいね。ところでこの詩はユリの好きな書き方でしょ。え、バレた？検証家と暗喩の満載の書き方ね。さゆりは逆に簡単で率直な言葉で幸せや悲しみを表現するのが好きなんだけど、ゆりはその詩から読者がそれぞれの解釈を引き出すような書き方が好きなの。あー、ゆり狙いなのバレたか。そんなことより私の詩を読んでみる？心配しないで、そんなにうまくないから。その割には自信を持っているように聞こえるな。だって自信を持っているように振る舞わないといけないもの。何？なんかちょっとメンヘラ感出してきた。だからといって必ずしもそうだとは限らないのよ。そういうものか。よし、じゃあ読ませてくれ。え、何？壁の穴？私の仕業じゃない。ほら、補修材がこっちに何突き出しているもの。口うるさい隣人が、鬱憤の溜まった彼氏が、見当もつかない。詩の外をクリックすると続行します。どういうことだ。あ、なるほど。何壁の穴の話。私は家にいなかったし、手がかりを求め中を覗く。しまった、何も見えない。何、どういうこと。日にさらされたフィルムのように目がくらみ後ずさる。だが手遅れだった。網膜にはすでに無意味な情景が焼き付いて離れない。ただの小さな穴。明るすぎたわけではない。深すぎたのだ。すべてに永遠に通じている。無限の選択肢を持つ穴。私は中を覗いてなどいなかった。外を覗いていた。そして彼が向こう側から中を覗いていた。どういうこと？怖いよ。何？これ終わり？これで終わり？続いて、え？怖いんだけど、何？どういうこと？超怖いんだけど。タイムしたい。タイムしたいわ。どうかしらって言われてもやばくない？何の話？自由な書き方だとでも言えばいいのかな。そうだよね、なんて言ってるか困るよね。俺はこういう感想を言うのが苦手で、うまい逃げ方をしません。あはは、いいのよ。え、ちょっとサイコパス感やばくない？この詩は何かから影響を受けたのか。あー、どう表現したらいいのかわからないんだけど、最近ちょっと悟りがあったとでも言えばいいのかしらね。怖くない？何か人殺すよ。怖いよ。悟り？そう、そんな感じ。まだそういう深い話をするにはちょっと緊張しているから、みんながもっと仲良くなってからね。それより本日のモニカちゃんの執筆アドバイス。
詩や物語を書いている最中につい細部にまで執着しちゃうかもしれないけど、完璧に仕上げることにこだわってしまっていては全然先に進まないわ。とりあえず紙に書いてから後で片付ければいいのよ。これについてもう一つ考え方があるわ。ずっと同じ場所にペンを構えていてもできるのはただ大きなインクのたまりだけ。とにかく手を動かして流れに乗ろう。以上本日のアドバイスでした。ご清聴ありがとうございました。これ全員に見せなきゃいけないの？あ、全員の詩を見るからそうか。ゆりが詩を読んでいるとき、彼女の目が輝いていることに気づいた。素晴らしい。ん？なんか言ったか？もしかして口に出してしまってました？ゆりはまず口を覆ったが、それから顔全体を覆ってしまった。すごい、すごい喋ってる。オタクっぽくっていいですね。めちゃくちゃ喋ってる。めっちゃ早く押しちゃったけど大丈夫かな。まあゆりちゃんが熱っぽく語ってるっていうね。なつきちゃんはちょっと見方が偏ってますけど、偏ってる？どんな風に？その気にしないでください。あまりこうやって他の人の話をするものではありませんね。ごめんなさい。それよりゆりちゃんの詩を見せてくださいよ。はい、お願いします。この作品を作った思考過程について話し合いたいですし。ゆりはまるでめったにない機会が訪れたかのように満面の笑みを見せる。だってここは文ゲームなんじゃないのか。なんて読むのかな。塔？塔の下の幽霊。絡みつく私の髪が琥珀色の塔に照らされる。したり、まさにこれだ。時という試練に耐え続けた最後の回答。いつかは病的な青緑の色調に置き換わる。最後の。したり。静かに現代の空気を吸いつつも過去に息づく。明滅すると私も明滅と同調する。まあなんかこれは詩っぽい、詩っぽいね。まあ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 理解できますよ。いや字も綺麗でしたよ。読むのに時間がかかっていたのでちょっと漢字が難しかったですね。まあ手書きの詩はあまり読まないからな。でもすごく綺麗な字だと思うよ。例えばこの詩では象徴的に人を幽霊としてなぞらえているんですよ。うん、よくわからん。過去を手放すことができずに唯一の安心できる場所に居残っていて、そしてもうすぐ全てをなくしてしまう。はぁ、なるほど。なんだか感動したよ。え、大したことではないんです。 A さんのもとても良かったですし。本当？またイチャついてる。詩の交換だなんてすごく緊張したんですよ。ですが最終的にはとても楽しめました。え、今後も頑張ります。ああ、俺もだ。じゃあツンデレに行くか。またツンツンする？まあ予想通りってとこね。私の詩を読んだんですね。あれが予想通りなのか。別に落としているわけじゃないんだから。ただ感情を呼び起こさなかっただけ。まあでも文芸部って言ったら確かにメンヘラ率はちょっと高そうかな。つまりお前的には可愛さが足りなかったということか。一発ぶん殴ってあげようか。遠慮するよ。はあ、それじゃあ今度は私が見せる番ね。あんたの好みに合わないと思うけど。わしは飛べる、猿は登れる、コオロギは飛び跳ねられる、馬はかけっこできる、フクロウは見つけられる、チーターは走れる、わしは飛べる、人は努力できる、だけどそれくらい。おお、いい詩じゃないですか。なんか私娘が小学1年生で毎日国語の教科書の音読をするんですけど、こういうのある。1年生の国語の教科書に出てきそう。まあでも詩っぽくていいじゃないですか。人間は努力できる、だけどそれくらいってね。あんたの好みに合わないでしょ。俺は好きだぞ。はあ、正直に言いなさいよ。言ってるぞ。なんで俺が気に入らないってそんなに思ってるんだ。それはだって高校生って詩は洗練されたものだってイメージしがちでしょ。だからみんな私の書くものを笑うの。
けど詩を書く意義って自分を表現することだろ。執筆のスタイルがどうであれ伝えたいことの正当性とは関係ないだろ。いいだろう。さあちょっと怪しげなさよりちゃん、メンヘラの大本命、これいい詩だよ。 A 本当に初めて書いたの？当たり前だろ。ていうかそんなに良くないし、俺が普段から詩を書いてるような人間に見えるか。それもそうだね。でも余計に感心しちゃった。正直言うと、もしかしたら真面目に書かないんじゃないかなとか、むしろ書いてすら来ないんじゃないかなって思ってたから、ちゃんと書いてくれてただけでも嬉しいよ。本当に部員になったんだって実感するよ。こうやって今も部室で目の前に座っているのに。か、そりゃそうだろう。まだ好きとは言えないけど、約束を破るわけにはいかないからな。ほらね、前にも言った通りだよ。本当は全然自分勝手なんかじゃないんだよ。他人のためにこうやって新しいことに挑戦するのって、本当にいい人にしかできないことだよ。ありがとう、さより。さよりは俺の動機の全貌を理解しているのか、いまいちわからない。理解してるわけないじゃん。下心しかないんだから。とはいえ、入部した理由の一つがさよりであることは否定できない。これがさよりにとってどんなに大事なことなのか知ってるから。うん、ここで楽しく過ごせるようにするからね。それが私の感謝の気持ちだから。それじゃあ私の詩も読む？ドキドキ。親愛なるお日様へ、ブラインドから差し込む朝の日差しで、君が寂しかったのがわかるよ。額にキスをしてくれるとベッドから起き上がれるの。目をゴシゴシして眠気を拭う。表に出て遊ぼうって誘ってるの？雨ならいいのにって思ってないか確かめているの？上を仰ぐ真っ青な空。秘密だけど私も君を信じてるよ。君がいなきゃずっと眠ってられるのにね。でも怒ってないよ。朝ごはん食べたいな。あー、ちょっとこれは可愛くぶってる詩ですね。さより、これはあくまで予想だが、これ今朝書いたのか？違うよ。ちょっとだけだし。何がちょっとだけなの？はいか家の質問にちょっとはないだろう。昨日やるの忘れちゃって、そんなことだろうと思ったよ。これちょっとね、可愛こぶった感じの詩でしたね。この全然本性を表してない。夏希は苛立ったように眉間にしわを寄せる。え、一方ゆりは悲しそうに微笑む。なんなのよこの言い回し。え、あの何か言いました？いや、なんでもないわ。夏希は持っていた詩をそっけなく片手で机の上に置いた。やばいじゃん、ギスギスしてんじゃん。4人しかいない女の子の中でギスギスしてるじゃん。洒落た感じなんじゃない？感じ悪い。そんな感想ある？ありがとうございます。あなたのは可愛いですね。可愛い？まさか何を象徴してるのか何も気づかなかったってわけ？怖いよ夏希。もう私夏希嫌い。やだよ夏希。どう見たって諦めの心情についてでしょ。え、めっちゃ性格悪いじゃん。どうしたら可愛く見えるのよ。やばくない？夏希やばくない？私ちょっと夏希と同じ部に入りたくない。あ、分かってます。ただ私が言いたいのは、その言葉選びとか気の利いたことを言えたらよかったんですけど。かわいそうじゃん、ゆりちゃんがよ。はぁって言ってる。つまり気の利いたことを言うのにそんなに苦労する作品だっていうので。結構でも口なんて全然聞いてなかったわ。泣いちゃうよ。そのいくつか提案したいことがあるのですが。うん、詩を気に入ってくれた人の提案なら聞いてあげないこともなかったけどね。実際そういう人はちゃんといるんだし、さよりとか、それに A だって。それにそもそも私からもぜひ提案したいことがあるわ。まずね、すいません、あのせっかくなのですが、この文体を確立するために私は長い時間をかけてきたんですが、心を突き動かす何かに出会わない限りはしばらくこのまま変わらないと思います。ゆりちゃんも言うじゃん、戦うじゃん。そういうものにはまだ出会えていないのですけどね。な、それに A さんもは私の詩も気に入ってくださったみたいですよ。やばいよ、名前使われちゃってる。怖いよ、めっちゃギスギスしてる。やっぱ退部しようかな。気が変わりました。感動したとまで言ってくださいましたし、夏希は突然席を立った。え、何よ。ゆりってば新入部員とお近づきになりたくて必死だったなんて気がつかなかったわ。
かった BGM 警戒で、すごい怖い BGM 来たらどうしようと思った。そういうわけでは、あなただってゆりも同じように席を立つ。あなただって A さんがあなたより私のアドバイスを尊重したことに嫉妬しているのではないですか。はん、でどうやって私のアドバイスよりありがたがってるってわかるのよ。調子に乗りすぎなんじゃないの。めっちゃ喧嘩するじゃん。私が調子に乗っていたのなら、私だってわざとらしくぶりっこしてますよ。怖いよ。怖いよ。みんな大丈夫？じゃあ言うけどね、言わなくていいよ。ペアが入ってから突然胸をワンサイズ盛り出したのはどっちよ。怖い。なつきちゃん。なつき、それはちょっと。部外者は黙っててください。喧嘩はダメだよみんな。突然二人は俺がそこにいることに今気づいたようにこちらへ振り向いた。 A さん、この子が私の印象を悪くしようとしてるだけなんです。違うでしょ、そっちが始めたんでしょうが。もしユリが偏屈な態度を改めて素直な文が一番効果的だって受け入れていれば、もういいじゃん、それぞれ好きなやつでさ、いいじゃんよ。そんなさ、もう分かり合おうとしなくていいよ。お互い自分が好きなものやろ。そういうもんだよ。言ってたじゃん、自分の正義貫くのが悪なんだって。趣旨っていうのは考察するものじゃなくて、読者のもとへ飛び込むようなものであるべきなの。もうべきって言葉は NG ワードだよ。 A もユリに説明してあげて。まあ、待ってください。私たちの言葉に表現豊かで奥深いものが多いのは理由があるんですよ。入り組んだ感情や意味合いを伝えるにはそれしか方法がないんですから。せっかくのそれを避けてしまうなんて不必要に言葉を縛るどころか無駄にしています。あなたもそう思いますよね、 A さん。すごい、どうなの言われてる。でもどっちかに俺が賛成したらきっとその子からは評価されるはずだ。え、やだよやだよやだ、絶対やだよ、そんなのダメ。助けてさより。そうだ、お前たちが喧嘩するからさゆりが困っているじゃないか。お前たちは友達がこんな風に感じていても喧嘩をやめないつもりなのか。ええ、それはさゆりの問題でしょ。そっちは関係ないじゃない。そうですよ。私たちの言い合いに他人の感情を持ち込むのはお買いと違いではありませんか。まあゆりは高慢時期だってさゆりが言いたいのなら話は別だけど、さゆりちゃんはそんなこと絶対に。そもそもあなたの幼稚さがさゆりちゃんを煩わせているのでしょ。ちょっといい？どういうことか分かってて言ってるの？そういうところがまさに誰もあんたを好きに。やめて。しーん、なつきちゃん、ゆりちゃん、二人は私の友達なの。ただ私はみんな仲良く楽しくなってほしいだけ。私の友達は素敵な人たちで。これさっきどっちかを選んでたらどうなってたかちょっと気になるね。みんなそれぞれ違うところがあるから大好きなんだもん。なつきちゃんの詩はね、ほんの少しの言葉でいろんな気持ちを表現しちゃうからすごいの。そしてゆりちゃんの詩は頭の中に綺麗な絵を描けちゃうからすごいの。みんなすごい才能の持ち主なのに、なんで喧嘩しちゃうの？そうだよ。なんでって、とにかくなつきちゃんは可愛いから何の問題もないよ。あとゆりちゃんの胸はいつも通りだよ。大きくて綺麗だもん。そういうこと？さよりさよりは誇らしげに立っている。モニカはその後ろで困難した様子で立っている。お茶を入れてきます。ゆりは飛び出す。夏木は放心した表情で席に着き曲を眺めている。まあさよりが副部長なのも納得だな。俺はモニカに囁く。モニカもうなずく。正直ね、私はいい部長のように見せたり活動を計画はできるんだけど、人間関係を良くするのはあまり得意じゃないの。仲介役もできなかったしね。部長としてなんか情けないわね。モニカ何してんだよね。まあそのさよりにも彼女なりのすごい部分があるってことよね。そうなのかもな。頭空っぽに見えるけど、時々不自然なくらい行動に抜け目がなかったりするんだ。怖いじゃん、そういうの。怖いよ。さゆりのことよろしくね。あの子が傷つくところ見たくないからね。え、そんな、俺もそうさ。俺に任せとけって。え、そんな意味深なやりとりを。
モニカは優しく微笑むが、何かが俺の中にわだかまりを残す。彼女がどう言おうとも、部長にはこんな誠実な人が望ましいのだ。俺にももう少し彼女と話す機会さえあれば。よし、みんな、そろそろ時間のようね。塩交換してみてどうだった？すごく楽しかったよ。ええ、やってみる価値はあったと思います。喧嘩しとったやん。よかったわ。まあそこそこ。 A 君はどうだった？ああ、同じく。みんなと交流するのには面白い題材だったよ。よかった。それなら明日もやってみようか。あなたもみんなから何かを学び取れたかもしれないでしょ。きっとより素敵な詩が書けるはずよ。俺は考える。みんながどういう系統の詩が好みなのか少し分かってきた。運が良ければ気になる人が感銘を受けてくれるようなものが作れるかもしれない。新たな決意を立ちつつ、俺はうなずいた。また下心。下心しかない。また来たよ。だってどうしよう、どうする。ちょっととりあえずなつきちゃんは好きじゃないから、あんまりなつきちゃんの方に行かないやつにしたいよね。自殺とかちょっと露骨すぎるから、壊れたでしょ。壊れたソックス、ソックスさっきから出るね。あ、やばい、なつきちゃんが喜んじゃったソックス。滝。あ、やばい、なつきちゃんを喜ばしちゃう。これはホラーなんじゃない？でも私タイダ選びたい。テンプの。シンプルな単語はなつきちゃんが喜んじゃうから。え、孤独。あ、やっぱさ、やばいよね、さより。メンヘラワード全部さよりが反応してるもん。やばい。許し。クスクス、クスクスがあるとクスクス選んじゃうよ。償う。これはきっとゆりちゃんだと思う。あ、またエントロピーだ。虹？栽培？ハクチューム。これもゆりちゃんでしょ。あ、違う、メンヘラだ。靴？靴？あ、怖いよ、さより。さよりがやばいよ。ゆりちゃん、ゆりちゃん狙ってたんだけどな。なんか、ダメだ、私もうさより、さよりなのかもしれない。絶望。あと直感で選ぶと結構ゆりちゃんだね。めまい。あ、ぴょんぴょん選びたくなるけど絶対これの月になっちゃう。報われない。読めないやつも選ぼう。軽蔑。オッケー。なんか結構単語似ちゃうな。一日が過ぎ、部活の時間がやってきた。自分のことはどうなんだよ。自分のことより俺のことばかり気にして。今も毎日ね、寝過ごしてるんだろう。え、あ、毎日じゃないもん。説得力に欠けるな。ここ1週間で何回時間通りに起きれたんだ。内緒。やっぱりな。なんで。ちょっとは信じてくれたっていいじゃん。いや、無理だな。自分をよく見てみろ、さより。全身に書いてあるぞ。今朝、明らかに大急ぎで来ただろ。ほら、髪のこの辺とかボサボサだし。俺はさよりの髪を手ぐしで整えようとする。はっ、こりゃブラシがいるな。私の髪まとまりにくいから。やばいじゃん、フラグじゃん。それには騙されないぞ。髪だけじゃない、リボンも曲がってるし、襟のここには歯磨き粉のシミがついてるし、それは汚いな。俺は指でシミを拭おうとする。だ、誰も気づかないよ、そんなの。お前に恥をかかせないよう誰も言わないだろうがな。幸い俺はその辺全く気にしないんでね。ブレザーのボタンも相変わらず開けっぱなしだし。お前なんで未だに彼氏できないのか分かってるのか。え、今のはひどすぎるよ。悪いが後で感謝することになると思うな。
ブルザーのボタンを下から止めていってやる。え、何にイチャついてんのよ。これで印象がどれだけ変わるか知ったら気も変わるよ。おいおい、なんだか変な感じ。何が？なんかこういうことをしてくれる友達がいるのって不思議だなって。は？そういうこと言うなよ。俺まで変な感じになるだろうバカ。めっちゃイチャついてるじゃん。私はいいよ、こういう仲なのが嬉しい。そう思わない？ああ、そうかもな。ねえ大丈夫？そのボタン取れそうじゃない？なんでこのボタンだけ止めにくいんだ？胸に近いボタンがなかなか止められず、手こずる。あわ、あわあわ。そもそもこれ、サイズ合ってるのか？えへへ、買った時は合ってたもん。はあ、お前が普段から止めていたのならもっと早く気づけたものを。何ニヤニヤしてるんだよ。胸がまた大きくなったってことだね。でかい声で言うだよ。えへへ、ともかく、これで少しは見た目がマシになったし。なぜさゆりのブレザーのボタンが止まっている姿が不思議に見えるんだろう。でもきつい。うー、こんなの割に合わないよ。さゆりは大急ぎでまたボタンを外していってしまった。ふう、そんなきついことある？やっぱりこっちの方がいい。さゆりは手を伸ばしくるくる回る。ボタンを外しているうちは彼氏できないんでしょ？どういう理屈だよ。あとなんでいいことみたいに言うんだよ。だって彼氏できてたらきっとこういうことはさせてくれなくなるもん。A は誰よりも私の面倒をよく見てくれるし、だから外したままにしとく。恥ずかしいことをベラベラ言うな。ああ、これは、これ別に私の詩は関係ないんだよね。さよりちゃんルートに乗ってるわけじゃないんだよ。多分順番だよね。順番にさよりちゃんとのフラグがあるだけだよね。とにかく俺は、お前はもう少し早く起きることに専念することだ。そっちが早く寝るようになったら取引成立だな。えへへ、ほんと自分よりお互いの面倒を見る方が上手みたいだね。ああ、そうみたいだな。だから朝起こしに来てくれてもくれればいいんだよ。またそれか。今のは冗談だったのに。よし、みんな急に来た。そろそろ詩を見せ合いましょうか。やった、読むの楽しみ。じゃあちょっと今回はもうほんと反省を生かしてモニカは最後にします。ほんと悪いことした。じゃあ夏木ね、夏木、ちょっと無難そうな夏木からいこう。まあ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 褒められましたと。私の詩は、待って、これってもしかして褒められてる？またね、上から目線でいい感じにこうやり取りしつつ、あんたたちはその字見だから波長が合うのかもね。でもあんたがさゆりのタイプの人間だと思ったことないけど、突然さゆりに性格のタイプができたのか。そんなの知らないわよ。でも正直言うと、あんなそのふわっとした子があんたみたいなのと一緒にいるのはしっくりこないわね。まるで重い荷物を引きずり回してるみたいで。それは少し言い過ぎだろ。でもこう考えたらどうだ。もし俺がいなかったらさゆりは風船みたいにどっかに飛んでってしまうんじゃないか。何を言っているんだ。俺たちは俺たちなりにお互いを支え合ってるみたいな。何にしたって私には理解できないわ。忘れてた、私の詩を見せてあげる番ね。はい。エイミーは雲が好き。エイミーのこと聞いた？エイミーは雲が好き。ベトベト、もぞもぞ、もじゃもじゃで、キモいあの雲が。だから私は友達にならないの。エイミーの歌声は可愛い。私のお気に入りのラブソングを歌ってたな。サビを歌うと歌詞のリズムに合わせて心がドキドキした。でもあの子は雲が好き。だから私は友達にならないの。一度足を大怪我したこともあったな。エイミーが保健室に行くのを手伝ってくれた。私はあの子に触らないようにした。あの子は雲が好きで手もキモそうだったし、だから私は友達にならないの。ちょっと不穏だね。エイミーには友達がたくさん、いつも誰かしらと話してる。多分雲について話してるんじゃないかな。もしあの子の友達も雲が好きになっちゃったら。だから私は友達にならないの。他に好きなものがあったって知るもんか。秘密にしてたって知るもんか。気づくつく人がいなくったって知るもんか。キモいんだ、あの子はキモいんだ。世界に雲好きの人なんていない方がいいんだ。だからみんなに話しちゃう。怖い。怖いよ。何この詩。
怖いんだけど。夏木、夏木は大丈夫だと思ったのに。何この詩、超怖いんだけど。何？怖いじゃん、めっちゃ怖いじゃん。何これ、え、怖っ。悪くないでしょ。いや怖いよ、死ぬのより長めなんだな。そんな感想しか言えないよね。例えばこの詩なら誰もがこいつは無知で間抜けなやつだって思うだろうし、こういうやつに心当たりがあるのか。もちろんこれはみんなが私に。そんなのどうでもいいの、何について書いたっていいでしょ。どういうこと、わかんないよ。誰にも身に覚えがあるように書いたんだから。え、どういう話、よくわかんなかったんだけど。あの雲の詩、誰だって変わった趣味や後ろめたい楽しみくらいあるでしょ。エイミーは誰なの。誰かに知られたらバカにされたり見下されたりするんじゃないかって恐れるようなことが。え、夏木、夏木がエイミーってことなのかな。キューボ、普通のヒロイン。全員やばい。でもそれってバカじゃないの。誰も傷つけずに楽しくやってるなら他人の趣味なんて何だっていいじゃない。つまり、あの書き手に対するアンチテーゼみたいな詩ってことなのかな。こうエイミーに、雲が好きなエイミーに夏木は共感していて、もうこういうことを言うやつバカだよねっていうアンチテーゼみたいな詩っていうことなのかな。たとえ変わった趣味でもみんなもっと尊重するようになるべきだと思うのよね。お前間違ってないよ、少なくとも俺は身に覚えがある。ちょっと次はさゆりちゃんね。いや、どっちがいいかな、さゆりちゃんかな。またきっと可愛いこぶった詩を見せてくれることでしょう。すごく上手だよ、私これ大好き。昨日と比べたら特に。次は私の詩を読んでいいからね。さあ見せてもらいましょう。長いな。ピン、クッキー缶の蓋のように頭をパカッと開ける。私の夢を全部詰めた秘密の場所よ。小さな日光のボールが集まって子猫のようにすり寄ってくる。親指と人差し指とで一つつまむ。あったかくてチクチクするの。でもうかうかしてられない。大切に瓶にしまう。その瓶を他の瓶と同じように棚に置いていくんだ。瓶が並ぶ。その中には幸せ幸せ幸せ。私のコレクションが友達の輪を広げたよ。瓶の中身は償いの星明かりになるの。友達が何かを感じて仕方がないとき、こういうときに瓶が役立つのよ。夜な夜なの夢膨らんで、ゾクゾク友達、瓶は増える。私の指はより奥へ奥へ、まるで暗い洞窟の中で至るところに隠された秘密を探るような、掘って掘って削って削って、蓋のほこりを吹き飛ばす。いつの間にか時が過ぎてる。もっといっぱいあったはずの空っぽの棚、鍵のかかったドアの向こうから友達の視線を感じる。やっとできたよ。ドアを開けると友達が入ってくる。ドタドタと押し寄せる。そんなに瓶が欲しいの。私は必死に棚から次々と瓶を取り出す。友達一人一人に持たせていく。一つ一つ全部の瓶を。だけど渡すたびに足元のタイルで粉々になっていく。床に全部散らばる。幸せ幸せ幸せ。友達の笑わない友達のためだったんだよ。みんなみんな叫んでいる、訴えている、何かを。ただ聞こえるのは残響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 。私の頭の中で。怖いよ、ダメだよ、もうやばいって言っちゃったよ、やばい。これ本当にさゆりが書いたのか。もちろんだよ。どういうこと？どういうこと？どういうことこれ？あと最近自分の気持ちに向き合うようになったの。なるほどな。ちょっと怖いくらいだもんね。怖いよね。え、怖い。え、怖いでしょ。いつも元気なお前を見慣れてるせいか。いや、なんでもない。俺の考えすぎだな。そんなことないよ。とにかく俺が言いたかったのはすごくいい詩だから誇っていいぞってことだ。そう？いい詩だった？
やばい、もう意外とゆりちゃんがただ本が好きでまともっていう可能性があるね。 A さん、とてもいいと思います。昨日誰かの詩を見て影響を受けましたか？当たらずとも遠からずというか、これ完全にゆりちゃんに響いてないね。昨日の方が明らかに反応が良かった。よければ読んでみてください。来たよ、アライグマ。それは真夜中、密かな楽しみにと軽食のパンを切っていた時のことでした。窓の向こうに時折ちらつくアライグマが私の目につきました。自分が異質な人間であると気づいたのはおそらくこれが初めてだったのでしょう。どのような結末を招くか分かっていながらも、私はパンを一かけらアライグマに与えます。餌付けされたアライグマはまたやってくると分かっていながら、また難しい感じ、なんとかするナイフが症状でした。パンは私の飢えた好奇心、アライグマは衝動。待って、出だしなんか平和っぽかったんだけど、ちょっと不穏になってきたよ。月は満ち、私のナイフは一段とまばゆい光を映ります難しい感じ多いよゆりちゃん。友達アライグマの目を輝かせるのはまさしくその光。出来たてで柔らかいパンを切る。ソルアライグマ、もしや再び満ち足りた獣に私の感情を投影しているだけなのかしら。アライグマは私にすっかり懐いてしまいました。お互いよく知る関係になれたのではないでしょうか。アライグマはしょっちゅうお腹を空かせるのでパンが欠かせません。私のナイフを見せるたびアライグマは興奮します。血のたぎり、パブロフ型の古典的条件付け。パンを切って、そしてまた私は私を餌付けるの。まあでも今日の中では一番マシな気がするな。昨日より少し大胆にしてみたのですが、わかるよ、もっと隠喩的だよな。この詩が言わんとすることが全く見当がつかない素直だ。さあ、では大鳥モニカ部長、見せていただきましょう。やっほー、 A 君、順調かしら。まあまあかな。なるほどね、悪いわけじゃないからよかったわ。なんかでも昨日よりあんまり褒めてもらえない。ぼちスタートが良かったのかな。それより私の詩も読んでみない？読んでみます。気に入ってるらしい。私をセーブして、止めどない色、まばゆく綺麗な色が輝き膨らみつんざく。赤、緑、青、やまない不協和音、意味のない雑音。止めどない雑音、荒々しく耳障りな波形がきしみ叫びつんざく。サイン、コサイン、タンジェントターンテーブルの上で黒板を奏でるように、ピザ生地の上でレコードを奏でるように。やまない詩、意味のない。私を浪人して怖っ。いやでも思ってたより全然怖くなかった。なんかこう、なんか中二病の人が書きそうな感じ。この空白とかね、いい味出してますねこの空白からの私をロードしては、なかなかこう中二ポイントが高くていいですね。まあ、全然昨日よりこうサイコパス味は減ってまして、サイン、コサイン、タンジェントきたからねふむ、前のやつよりさらに抽象的になったな。前のやつの抽象感が怖かったけどね。あなた本日のモニカちゃんの執筆アドバイス。どこかで難しい選択を迫られることがあるかもしれないわ。そんな時はゲームをセーブするのを忘れずにね。本当だ、そういうこと？それ教えてくれてたわけ？いつどうなるかなんて誰にもわからないし、あなたの考えが変わるかもしれないし、予想もつかない何かが起きるかも。ちょっとセーブしとこう。セーブしとこう。
と言われた、言われる通りにね。怖いから。え、あれ？これって執筆についてのアドバイスだったわよね。私、何話してるのかしら？怖い。以上、本日のアドバイスでした。ご清聴ありがとうございました。よし、みんな、お疲れ様でしたですね。続けていきたいの。文化祭のことは明日計画をすべて立てて週末に準備をするようにしましょう。文化祭、え、月曜日は大事な日？何、月曜日も文化祭なの？そんなに直前に決めてたの？そのいつかゆりちゃんが A と一緒に帰りたいって言ったら、え、どうする？何その質問。こんなこと急に聞かれましても。えへへ、あ、やばい、選択肢出てきたんだけど。この選択肢の前にセーブをしよう。え、私ゆりちゃんと一緒に帰りたいかな。え、さゆりちゃんでもメンヘラだよね。え、でもちょっとゆりちゃんと一緒に帰りたいかな。ゆりと一緒に帰るか。どうしてそう考えるだけで胸が高鳴るんだ。これゆりちゃんルートに乗っちゃうのかな。それはゆりの引っ込み思案の性格を思うと、それを断ってしまうのはあまりにも酷だし。なんだよその言い方。美人で頭もいいし、それは俺が言ったことと何の関係もないだろう。あはは、否定はしないんだ。起こりようもないことについて考えたところで何の意味もないだろう。まあそうかもね。でも私こういうこと考えるのが好きなんだ。私が A にとって必要なくなる日も近いね。え、またそういうメンヘラみたいなこと言う。お前は一体何を考えてるんだ。ごめん、人はみんなそれぞれ違う。運ゲームにお前の代わりなんていないんだ。うん、そうなのかな。え、気まずさだけが後に残った。しかしこれも元はといえばさゆりの変な質問によるものだ。さゆりに嘘はつけない。だけどさゆりを幸せにする何かがあるなら、俺はそれがさゆりの元から離れてほしくないとも思っている。だからこそあの質問は何の意味もないんだ。文化祭まであと数日、それまでに何が起こるか誰にもわからない。普通何も起こんないのよ。これまでしてからおしまいしようかな。ちょっとなんか平和そうな歌詞にしよう。暖かい気まぐれ、テンプ選びたくなっちゃうね。気合い、バニラ、素敵、陽気、花、相違、存在、旋風、審判、最高、驚くほど恐ろしい。まあ恐ろしいにしちゃった。流れで恐ろしいにしちゃった。時刻、